今日また5時には山に帰ります。ここでまあ寝泊まりしてるわけじゃないんですよ。普段は山の中、木の上なんかに眠ってますんでね。5時には帰る。全くいなくなりますね。まあ、なんで5時かというとですね、まあ、もちろん腕時計なんか持ってないんですが、ここの営業時間が5時までなんですね。お客様が帰られて係員が帰ると、餌くれる人がいないということで帰るね。はい、係員さん戻ってきましたね。餌はね、生の小麦の餌をまいてます。ああいうふうに広くまきますね。えなんかちょっと巻き方にちょっとね雑なような気がしますがね、何かあったんでしょうか。What's that? やはり広くまいてあげてね。あ、今切り株の上に上がったのがナンバー2です。見て見て、2番降ります。ほら1番が来た頃ね、上司が来た頃降りたんですよ。喧嘩しないんですよ、オス同士は喧嘩しないね。他の猿はね器用にこれ拾いますよね。どん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 拾う、早いでしょ。早い方はね、30秒だったら90粒ほど拾うそうです。もしよかったらお家に帰って米粒でチャレンジしてみてください。片手よりも両手の方がたくさん拾えるということで両手を使うね。で今食べてるわけじゃないんですよ。顎の下に頬袋っていうのが出てる。ごめんなさいね。喧嘩してるとこ婦人会同士ですよ。もうメス同士よく喧嘩します。こう頬袋の方にね、どんどんこう溜めていきます。で、小猿たちはね、